マスクドコメディアンの覆面ラジオ。はい、というわけで始まりました。マスクドコメディアンの覆面ラジオ。お相手は私、謎の覆面芸人、マスクドコメディアンでございます。くー。よろしくお願いいたしますく。くさあ、えー、今回はですね、えー、久しぶりに、えー、ここだけの自慢話をおー話そうかなと思います。くー。まあ今回はですね、えー、プロレスの 話なんですけども、えー、僕がプロレスに興味を持ち出して、えー、初めてですね、えー、プロレスを生で観戦したのがですね高校生の時ですね、えー、1993年、えー、7月7日ですねこれなんで覚えてるかと言いますと、えー、その時ね、あのー、会場に 七夕なんで、あの笹が置いてあって、そこに、えー、名前と、えー、願い事と住所を書いたら、あのー、全日本プロレス、えー、ジャイアントババさんから、あの、はがきが届くっていうのがあって、もう書いて、<laughs> ほんまにその、あれ、正月かななんかの時に、まあ、告知の、あのー、ハガキもあった,ったと思うんですけど、年賀状みたいなのが届いて、 ジャイとババから年賀状届いたって当時ねむっちゃ喜んでたを覚えてるんですよそれで7月7日っていうのを覚えてるんですけどもちょっとね93、えー、全日本プロレスのサマーアクションシリーズってやつですね、えー、それを初めてね兵庫県の高砂総合体育館に見に行ったわけなんですよねでその時ねあ開、のー、試合前にあのー 物販コーナーっていうんですかグッズコーナーで、ええー、ジャイアントババさんが、こうね、はまを吸いながら、今思ったらあれ、ハマキ吸ってたんかなあの、体育館なんか多分、吸ってよかったんかなと思ったんですけど、ハマキを吸いながらね、こう、えー、グッズ買ってくれた人にサインをしてたり、ファンサービスですね。でね、そのシリーズで、あのー、白覆面の魔王こと、ザ・デストロイヤー選手が引退をするシリーズやったんですよね。 えー、引退工業シリーズっていうんですかね、なんかね、さよならデストロイヤーシリーズみたいな名前があったと思うんですけども、で、その最終戦で引退、日本武道館で引退をするんですけども、そのシリーズで、えー、その高砂の大会に、あの、ザ・デストロイヤー選手が出場してたわけなんですよね。でね、僕もそ当時プロレス見始めたばっかりやったんですけども、一応、あの、ザ・デストロイヤーさん、選手っていうのをね、一応してたんですけども、そんな もう当時言ったら三沢選手とか、えー、川田選手とかね、えー、小林選手の長世大軍とかねあのジャンボ鶴田さんその時試合は出てなかったですけどものすごい、えー、前世紀の頃でそればっかり応援してたんでそんなにねそこまで、まあ、昔の選手やなっていうぐらいの、えー、感じでやったんですけども、えー、その物販コーナーにね応援用のマスクが売ってたんですよね。 まあ応援用っても多分かぶれなかったとち,ちょっとちっちゃめのマスクが売ってあって、えー、そのところにそのデストロイヤー選手があのプーパンコーナーでいてでその応援用のマスクを買ったらサインをしてくれるっていうのをやってたんですよでねこれはちょっと、ね、あのレアやなと思って、えー、買ってでその場で デストロイイヤにサインをしてもらったんですよこれ今思ったらすごいねあの貴重ななことなんですよねでも当時ねそのマスクの知識もあんまないんでそのまま普通に部屋に飾ってたんですよ。な,んならやっぱりほこりとかねえー、なんか汚れがいっぱいついてでそれからもう何年何年っていうか何,何年かなってからそのプロレスマスクに興味を持って。 で収集しだした頃に気がついた時にはもう遅かったんですよねもうむちゃくちゃ汚れててあれをなんでビニール袋に入れて飾って か,ったんかなと思いまして、ね、もかといって今洗濯もできませんしね下手に洗濯してそのサイン聞いてもったら嫌やしもうでもどうしようもなくそのまま汚れたやつを今、えー、ビニール袋に入れて、えー、保管してるんですけどももったいないことしたなと思ってねあれその時のままの状態やったらもうむちゃくちゃ価値あったんちゃうかなと思ってねまああのー、そのグッズ売りながらサインはしてたと思うんですけど最後のね、えー、引退シリーズでの やつでしかも目の前でサインしてくれたっていうのはすごい、えー、貴重なマスクやったと思いますね。本当に、えー、まあちょっと汚れてねあれですけどもまあ自分の中ではすごい宝物ですね。はいというわけで、えー、今回はここだけの自慢話をしました。 えー、まだまだね、あの質問箱とかもいっぱい質問答えていかないといけないんですけども、またそしたらの方も質問答えていきたいと思いますく。というわけで、マスクドコメディアンの覆面ラジオでした。